阪メトロでも得意な存在、堺筋線で活躍する66系。リニューアル工事が進んでいますが、せっかくのリニューアルなのに変わり映えしないのはいかがなものかっていうことで、途中から各路線をイメージしたリニューアルとなっています。堺筋線では2通り、天王寺動物園の最寄り駅、動物園前を通ることから動物園っぽくなっているやつと、今宮恵比寿神社にちなんだ恵比寿をモチーフとしたものがありますが、今回ご紹介するのは動物園仕様の方です。外観は他のリニューアル車と同じ。もともと車体側面の帯が茶色とオレンジだったので、今回のリニューアルによって下が茶色、上がオレンジとなりまして、下から上に伸びるこの号車表示はグラデーションとなっています。行き先表示はフルカラー LED、 駅の番号も表示できる優れものです。これだったらまだいいんですが、こうなるとかなりキツキツになります。お、トップナンバー。それでは参りましょう。お待ちかねの車内です。阪急に合わせた3つの扉とロングシートが並びます。ドアです。動物園をイメージしてか、なんとびっくり、とっても派手なヒョウ柄。まあ大阪の人はヒョウ柄好きですからね。ヒョウ柄の扉なんておそらくここだけでしょう。互い違いでドアの上にはこんな表示器が備わります。他の路線だとこのリニューアルのタイミングでモニターになっていることが多いんですけどね。反対側には路線図が備わります。ドア横の手すりはさすがに普通です。まあ派手にしようとしても手すりはちょっと無理があるか。やったとしても銀座線の特別使用車みたいに金にするぐらい。長さは少し長めです。座席です。扉が3つなので、他の路線と比べると少し長めの9人掛けとなっています。座り心地は少し固め。最近の大阪メトロって硬い座席にはまってますよね。全ての座席において手すりは黄色くなっています。優先席以外でも黄色い手すりって結構珍しいんじゃないですか。一般のところが落ち着いた茶色、優先席は他の路線と同じ青となって区別されています。袖仕切りは今まで通りの肘を置けるものの上に2つの板が入ったもの。もたれかかることができるようになりましたね。ものとしては天ガチャ屋で接続する南海8300系の2次車から5次車までのものと同じでしょう。ただあっちは1本だけですが、こっちは2本、ちょっとお得ですね。さらに袖仕切りの内側にはモケット、もたれかかるところには金属むき出しにならないような加工が施されておりまして、冷たさを感じることのないようになっています。窓です。全部で3枚、すべての窓において上から開けることが可能です。だいたい半分ぐらいまで下がります。直通先で地上を走ることから日よけもしっかりとついています。爪を引っ掛けて固定するタイプのものです。窓の間では動物の紹介がされていますね。これだけでも動物園を味わえそうです。荷物棚は金網式です。吊り革です。だいぶ長いもので子供でも簡単につかめるようになっています。柄の部分は黒いもの、かっこいいです。一般のところが白、優先席付近では黄色となって区別されています。また柄の部分にマナー啓発などの文章が書かれているのも大阪メトロらしいですね。一番前です。仕切り扉が側面の扉と同様ヒョウ柄になっていますね。また扉の窓のところよーく見てみるとカバさんがこっちを見ています。車端部も仕切り扉はヒョウ柄です。扉の両側には窓もあって採光性もバッチリ。また仕切り扉の窓のところよーく見てみますと、今度はシマウマが覗いています。特にアシストレバーとかはありませんが、軽い力で開けることができます。そして開けたら自動で閉まってくれるっていうのも便利ですね。そういえばここの扉にはペンギンが描かれています。ここには扉の部分には鶏、そしてその横消火器の部分を見てみるとコウモリがいます。さっきのペンギンのところは消火器の部分にクマがいました。フリースペースです。この部分の座席のみ、上の部分の板がありません。
そういえば袖仕切りって外側は木目調だったんですね。フリースペースの部分の窓はやはり開かなくなっています。ただ日よけはちゃんとついていますよ。照明はカバーのない蛍光灯、車内を明るく照らします。という悪魔に取り憑かれないって。